この作品っていうのは一つの画面に2つの視点が混在しているっていうのが非常に面白いところなんですよどういうことかっていうと虎の顔はこれ正面から見たような感じで描いてますよねそれに対してボディの部分っていうのはこれ横から見たような感じで描いてるんですよこれまあ、横から見たような感じだったら、えー、顔っていうのはもっとポキってこうね曲がらんとあかんはずなんですけども顔がまっすぐ向いてるということで2つの視点が混在してますよとこうすることで虎に不思議 世界観が生まれているっていうのが非常に興味深いところなんですよちなみにねこういった複数の視点を一つの作品に取り入れて表現したので有名なのがピカソですねだからピカソが生まれるよりももっと前の江戸時代にすでにこういった表現を長澤折術が自分の作品の中でしていたっていうのが非常に興味深くて面白いところなんですよ